にちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日は赤ちゃんが、眠る前にギャン泣きする、毎回ギャン泣きする、これは何っていうお話をしたいと思います。もう頑張らんで、適当で、チャンネル登録よろしくね。はい、では質問いただいているのを読みますね。けいこさん、ありがとうございます。今赤ちゃんが100日を超えたところです。うちの子は寝る前に必ず毎日ギャン泣きをするんです。赤ちゃんは泣くもんだからと生まれてきてから今日まで耐え忍んできましたが、未だにこのギャン泣きが収まることがありません。成長するにつれて声もだんだん大きくなり、2ヶ月を過ぎて涙も流すようになり、それは毎晩すっごいギャン泣きです。ギャン泣きは30分から40分ぐらい続きます。多い時は1時間以上ひたすら抱っこしてもギャン泣きしています。授乳も終えたし、おむつも綺麗だし、温度調節もきっと良好なのですが、絶対に泣きます。これに加えて夜泣きが始まったらもうどうしようかと不安です。ちなみにギャン泣き後落ち着いて眠りにつくと朝までノンストップで9時間から10時間も寝てくれます。すごいねはい、というような質問をいただきました。これ多くの赤ちゃんがそうやね。で、赤ちゃんだけじゃないねんな、これな。幼児期になってもそうやねんな、続くねんな。はい、覚悟してくださいね。はい、なんで泣くんでしょうね、子供ってね、眠たくなったらね。眠たかったら寝りゃいいやんって思うよね。もう私やったらもう眠たくなってきたら、だんだんこうテンションがこうなってきて、こうなってきて、喋りかけてもなんかもう頭空っぽになって、もう目点になって、で寝ていこうみたいな感じやねんけど、眠たい時にこうテンション上げれるっていう感覚が子供ってすげえなって、私もね、何人も育ててきても、ね、多くの子たちがやっぱそうなんだけど、感心するね、あれね、うん、でこれね、意味があるんですよ、実はね。大人はね、眠たくなってきたらだんだんこうリラックスモードに入ってくると、副交感神経っていう神経が立ってくるんで、これリラックスで入ってきたらそうなってくる。で、今私の話を皆さん聞いてくれてる、こういう時、左脳を使ってる時って交感神経が立ってますね。頭使って活動中は交感神経、眠たくなってきて眠りに落ちていく時は副交感神経、この2つの神経があるんだけども、この切り替えが大人はね、こういう風になってピッピッピッってこの切り替えが上手にできるわけですよ。だから眠たくなってきたら体を横にして頭の中空っぽにして寝ていくっていうモードを自分の中で上手に作れるのね、うん、で子供これができないわけですよ。眠たくなってきたってなった時に副交感神経立ってるところから副交感神経をピュッてこう出せればいいんだけど、できなくって交感神経ずっとこう立ってる状態なんですね。で、副交感神経出したいけど出せないってなった時にね、さあどうするかっていうと、これを上手に切り替えるためにどうするかっていうとね、このね、出てる交感神経をね、子供たちっていうのはね、ズドーンってね、てっぺんまで上げるんやって。うん、ってことは大興奮状態になって、もううえって言うまで、もう汗だくになるまで泣きわめくぐらい交感神経大興奮状態にしたら、ようやくそれを上げすぎたがゆえに、いきなりこの副交感神経とピョンって転じるんですね。不器用でしょそう、副交感神経を出すために交感神経を眠たなったらあえて上げていくわけですよ。上げたらようやく転じるんよ、うん、これが眠たい時のギャン泣きのメカニズムでございます。はい、でこれが上手に切り替えができるっていうのは、まあ、赤ちゃんでもね、それができる子もいるんですよ。そういう子たちはね、寝る前のギャン泣きっていうのはならないんだけど、大きくなってきて2歳3歳ぐらいまでやっぱりこれが上手にできない子もいてね、そうするとね、本当にまだ赤ちゃん時代でこれいつになったら収まるのかなって思ってると思うんやけどね、下手したらね、あと2年ぐらい続くかもしれない3歳児でも眠たかったらねえやっていうのに、うわーって泣い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 てる思ったらいきなりしこ、寝た、一瞬で寝るね、あれ、いきなり転じるんですね。そういう子たちがやっぱね、一部います、うん、やっぱり上手下手っていうのあるのね、先天的にね。でね、眠たい時だけ泣いて、その交感神経上げて副交感神経に転じて眠りに落ちるタイプの子とね、あとこれもっと立ち悪いのがあってね、うちの子いたんですけどね、起きがけも泣くね。結局副交感神経が立って寝てるところに起きる交感神経に転じて起きなあかんわけですよ。その切り替えも上手にできひんのね。ほんなら起きがけもね、うわー泣くんです。ほんで泣いて泣いて泣いて、いきなり機嫌ポンって良くなって、やっと目覚めたみたいな、そこに至るまで、はい、寝起きでまず1時間泣く、で
眠たくても起きる時もどっちも1時間ずつ泣く。付き合う方大変、付き合う方大変だけどね。でもそういうその切り替えが上手にできないというこの発達面のまだ能力がない子たちに対して、それを上手に切り替えて泣かないで寝てよっていうことを求めたところで無理でしょ。だって無理なんだもん、その能力ないんだもん。能力がある人にそれを改善しようっていうのは方法あるかもしれんの。でもまだ未熟やのに、それができる力がない子だ、子どもたちにそれをこうママがそれを見てられへんからっていう理由で何とかしてそれを泣かないようにどうしたらいいんですかって言ったところで、それができるようになる力がつくのを待つしかないよねっていうのが答えになるわけですよ。だから泣かれてるっていうね、でも眠たい時に泣くんやなっていうのを我が子ちゃんと観察できてるよね。だからこの赤ちゃんっていうのはその切り替えが下手なんやなっていうだけの話やから、その力がつくその日が来るまでひたすら待つしかないねっていうことなんですよ、うん、でもやっぱイライラするよね、泣かれたらね。もうほんまにこう大丈夫かなって、もうなんか血管切れちゃうかっていうぐらい泣くからね。でそれは上手にママの中でももうそれをこう継続して何日も何日もずっとこう長いことやっていく中で、泣いてるなと。でもこれをいちいち真に受けて必死になって受けたら自分がしんどいから、もう右から入れて左からもう抜けていくぐらいの BGM にしていく術を、ママ自身が子供を変えるんじゃなくて自分自身がそれをどういうふうに受け止めるかっていうことを改善するためにどうしたらいいかなっていうことを考えた方がいいわけです。あの泣いてる時ってね、もう子供も必死やからね、そこにね声かけたりとかいらんのですよ。実際関わらんでいいんですよ。関わったら余計に火に油でうわーってヒートアップするからね。もうこうやって見守ってたらいいんですよ。うん、泣くの眠たいね、うん、寝れるまで頑張れ、見守ってるよぐらいの感じでいいんですよね。だからそこに関わっていく必要がない。でももう聞こえてきたらもうイライラするんやったら、時々こう、泣くのそっかとか言ってこうちょっと声をかけつつも、自分はどうするかって言ったら、もうイヤホンつけてこうやって YouTube 見たらいいんだ、うん、全然違うところに気持ちを持っていって、その泣いてるっていうのに集中しひんようにすればママも楽に過ごせる。そういう工夫をしないといけないですよ。子供が泣いてるのにママイヤホンつけて YouTube 見てるとか、それ母親としてどうなんてね、ある人は言うかもしれない。でもそういう要領の良さ、それで泣いてる意味はこういう意味だから泣いてる、だから私はこうするっていう、そのメカニズムっていうかな、そこの部分さえはっきりと自分の中にポリシーになってたら、それは YouTube 見てることは何にも失礼なことでも何でもない、うん、育児放棄でも何でもない。子供が寝ていくそれを見守るっていうことだって、これ育児力やからね、何でもかんでも関わっていったらいいっていうもんじゃないよ。子供は自分の力で寝ようとして交感神経上げて泣いとんやから、それをね、あの横からチャチャ入れられたらわけわからへんようになるわけですよ。頑張ってる時はちょっと一歩引いたとこから見守って応援するっていう、そういう力もねママはつけていかなあかんの、うん、だからあのこれはもしかしたらこの赤ちゃんはしばらく続くかもしれません、うん、で体力もついてきて、ね、泣きももっと激しくなってくるし、で生後2ヶ月過ぎてきたら涙が出るようになってって書いてあったけど、ね、あの新生児から1ヶ月ぐらいの赤ちゃんっていうのはね、涙っていうのはこうね眼球を潤すために必ずあるんだけども、その泣いた時に涙を出すっていうほどのまだ涙を作る力がないのね、赤ちゃんって、うん、だから泣いても涙が出ないんだけど、あの泣いた時に涙がポロポロとか出るようになるっていうのは、これはそれだけあの眼球を潤すというだけの機能、その機能がもっとついてきて、ゆとりあるその余分に出せる涙を自分の体の中で作れるようになった成長やなっていう風に捉えてもらったらいいじゃないですか。すごいね、ちゃんと成長してんやね、発達してんやね、あすごいなって、それだけの話やね。だから涙を流して泣いてるからかわいそうで、前は涙を流してなかったら薄泣きとかで、そういうことじゃないからね、あの涙腺のその発達面での話なので、別にその涙流して泣いてる子をほっとくっていうかね、あの見守ることがかわいそうなことでは全然ありませんので、それをどういうふうに受け止めるかというママの気持ちを改善する、あのイライラせずに済む方法を見つけるっていうことを頑張ってみたらいいんちゃうかなっていうふうに思います。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。